皆さんこんにちは。2024年夏に開催されるパリオリンピックの話題で持ちきりの今、毎年のように注目されるのが選手村です。実はその選手村で夜な夜な怪しい行動が見られると噂されています。そこで今回は選手村で噂になったアスリートについて紹介していきます。1、小谷実可子。1人目は元シンクロ選手の小谷実可子さんです。幼少の頃から才能を見せ、高校は単身アメリカにアーティスティックスイミング留学していました。日本代表となるとソウルオリンピックでは初の女性騎手を務め、ソロデュエットで銅メダルを獲得、日本シンクロの女王に君臨しましたが、プール外に活動の幅を広げるために休養し、その間に長野オリンピック招致に携わりました。バルセロナオリンピックを視野に復帰して再び日本代表となりましたが、本番では出場機会を得ることができず、同大会を最後に引退しています。国連総会に民間人として初めて出席した経験を持ち、五輪、教育関連の要職に数々抜擢、世界大会のリポーター、東京2020招致アンバサダーを務めるなど国際的に活動する一方、自身がコーチを務めるクラブでアーティスティックスイミングの魅力を伝承しています。そんな輝かしい経歴を持った小谷さんですが、裏ではある噂が浮上していました。それはオリンピックに出場していた際、選手村の部屋に行列ができていたというもの。しかもその理由は多くの選手の夜の相手をしていたというのです。その噂が周りに回って、小谷さんに相手をしてもらいたい選手が行列を作っていたというもの。実際にそのようなことが行われていたのか真相は分かっていませんが、これが明らかになったのがある AV 男優のインタビューでした。インタビュー内で小谷さんの名前が挙がったわけではなく、ピートークだったのですが、その内容はこちらです。1回日本人で世界3位の行列を作った人がいるらしいんですよ。それがシンクロの、これ噂ですよ、シンクロの3だったらしいですよ。3がソウルオリンピックか何かの時の選手村の3位だったらしいですよ。行列の長さ1位と2位、名前忘れたんですけど、その列のベン・ジョンソンが並んでいて、3人くらい挟んでカール・ルイスが並んでたって。夜も負けたんかいっていう、夜のレースも負けてるっていう面白話があるっていう、という内容でした。ここでキーワードになったのがソウルオリンピックシンクロです。これに該当するのがまさに小谷さんということだったんですね。前述したように小谷さんは1988年のソウルオリンピックに出場し、ソロでもデュオでも銅メダルに輝いた選手です。それに美人だったため人気があったのかもしれません。本当なのか嘘なのかという話ですが、選手村に行列ができるという話はどうやら嘘ではなさそうなのです。というのもオリンピックでは必ず避妊具が配られるという情報があります。そして配布が始まったのもソウルオリンピックの時だと言われています。また2016年のリオオリンピックにカンボジア代表として出場した芸人の猫ひろしさんが避妊具の写真をツイッターにアップしていたため、配布されているのは事実と言えるでしょう。避妊具が配られる理由にエイズ撲滅の啓発活動の一環と言われていますが、男女の関係を持っても良いということを助長するのではと当時は賛否の声が多く上がっていました。ベテランのスポーツライター曰く、選手村はいわば巨大な社交場、競技が終われば開放的になる人も出てくる。私が見た中では一番人気はやっぱり人類最速の男でした。日本では某メダリスト女性の部屋の前に行列ができていたという話もありました。これまで五輪の裏側には関心が向かなかっただけで、何年も前から夜の五輪は開催されてきましたよと話しており、ここでも小谷さんと思われるメダリスト選手の部屋に行列ができていた話が出ていました。その後世間の批判を受けたことで、組織委員会はようやく方針転換、大会中のコンドームの配布はやめ、選手には帰国時に持ち帰ってもらい、母国で啓発に励んでもらうとしました。小谷さんの部屋に行列ができていたという話がここまで出るということは、当時は有名だったのでしょうね。しかしあくまでも噂であって真相は分かっていません。2、田中ウルブ宮古。2人目は元シンクロ選手の田中ウルブ宮古さんです。
10歳からシンクロを開始し、13歳でジュニア日本代表選出、史上最年少の15歳で日本代表のチームに入り、1988年ソウルオリンピックのシンクロデュエット種目で小谷実可子さんと組み、銅メダルを獲得しています。引退後の10年間は日米仏の代表チームコーチ業とともに、6年半の米国大学院でスポーツ心理学を学び修士号を取得。2021年慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科博士課程にて博士号を取得。現在は慶応義塾大学特主任准教授、日本スポーツ心理学会認定スポーツメンタルトレーニング上級指導士、国際オリンピック委員会マーケティング委員、IOC 認定アスリートキャリアトレーナー、スポーツ庁スポーツ審議会委員などを務めています。また、トップアスリートをはじめ経営者、アーティスト、医者といったトップパフォーマーの心理コンサルティングに携わっています。他にも、車椅子バスケットボール男子日本代表チームメンタルコーチとして8年帯同し、東京2020パラリンピック銀メダルに貢献。コメンテーターとしても数々の報道番組にレギュラー出演するなど、マルチに活躍しています。そんな田中さんの部屋の前には、小谷さん同様長い行列ができていたと言われています。小谷さん、田中さんともにシンクロの選手だけあって、金星の取れたスタイルでメダリストというアスリートとしての格、これほどのものを持ち合わせていれば夜の選手村で求められていたという話もなんだか納得できますよね。小谷さんは選手村行列の3位と言われていましたが、田中さんは何位だったのか気になるところです。しかし田中さんについてもあくまで噂での範疇のため、真実は分かっていません。3、谷涼子。3人目はやわらちゃんという愛称で親しまれた元柔道選手の谷涼子さんです。小学校2年生で柔道を開始し、中学3年生で初出場した福岡国際女子選手権48キロ級で史上最年少優勝を果たしました。しかもその後11連覇という偉業を成し遂げ、他にも世界選手権やオリンピックなどで華々しい経歴を残しています。最軽量級の48キロ級の中でも、谷さんは最も体格が小さく、146cm48kg という小柄な体格だったのですが、スピードと技の切れ味が身上で、相手の懐に飛び込み一本勝ちを重ねてきた選手です。また相手に技を覚えられてしまうとの考えから、得意技を一つに絞らず、担ぎ技、跳ね技、狩り技、足技などいずれも左右同等に練習し身につけ、全ての技で一本を狙う柔道をしてきました。プライベートでは2003年に当時プロ野球選手だった谷義朝さんと結婚、子供を2人設けています。その息子も現在は高校生で2人とも野球をしているそうです。そして2010年10月に現役を引退。引退後は20年以上も第一線で活躍した経験を生かしながら、国会議員としてスポーツ界の振興や環境づくりに貢献しています。そんなやわらちゃんの選手村の部屋の前にも行列ができていたという情報があります。小谷さんの噂が出てきた先ほどのインタビューで、谷涼子さんの話とかはね、よく聞くけどねと大谷さんとは違い名指しで名前が浮上していました。実際のところ選手たちは夜の営みをしているとの情報があり、あるアメリカの競技選手の話では 70% から 75% の選手は五輪の開催中に夜の営みをしていると話しています。また選手だけではなく五輪に関わった人もなんて話もありました。結果日本人選手の間でも夜の営みが行われており、やわらちゃんが有名だったということなのでしょう。もともとアスリートは性欲が強いというデータが出ており、その要因はテストステロンという分泌物質にあるとのこと。テストステロンは性欲を高めるホルモン成分で、激しい運動や誰かと競争するという状況であるときに通常よりも多くのテストステロンが分泌されるというのです。そのため選手村で夜の営みが行われているという情報は甚だ嘘でもないような気もしますが、やわらちゃんが実際に夜の営みをしていたのかは分かっていません。しかしやわらちゃんといえば、これまでに熱愛スクープや不倫疑惑が多く取り上げられています。例えば1996年アトランタ五輪で銀メダルに終わったやわらちゃんは、その翌日同地のショッピングセンターで手つなぎデートをスクープされました。相手は同じくアトランタ五輪で銅メダルを取った競技選手、
十文字貴信さんだったのですが、これだけではなく柔道86キロ級の吉田秀彦さんとの交際もキャッチされています。関係者の話によると噂以上の熱愛ぶりでした。最初に現場を見たのはランニングの時、終わった後各々がストレッチや柔軟でクールダウンする中、ふと見ると吉田選手と田村選手がキスしてる。それも軽いやつじゃなくてかなりディープにと暴露。しかも2人のキスは周囲に合宿参加者全員がいるところで行われ、みんな当たり前のように無視していたといいます。さらに他にも古賀俊彦さんや小川直也さん、篠原信一さんといった柔道界の重鎮との噂から、若手選手とのラブラブ居酒屋デートなど挙げればキリがないほどの噂がありました。童顔で可愛い顔立ちをしているやわらちゃんからは想像できないですが、かなりの肉食女子だったことがわかりますね。そして谷さんと結婚し、柔道を引退、議員に転向してからも不倫がスクープされています。夫である谷さんがまだ野球選手をしていた頃、夫が単身赴任であることをいいことに、やわらちゃんはイケメン秘書と常に行動を共にしており、永田町では不倫関係と噂されていました。実際にやわらちゃんがイケメン秘書の車で次男の幼稚園へお迎えに行き、3人が仲睦ましく笑っている姿も激写されています。 4. ホープソロ。4人目は元アメリカのサッカー選手だったホープソロさんです。ホープさんについては、実際に噂が上がったのではなく、選手村で夜の営みがされていたことを明かした人物になります。高校まではフォワードで、大学入学後ゴールキーパーに転向、ワシントン大学卒業後アメリカ女子サッカーリーグのドラフト指名を受け、2003年フィラデルフィアチャージに入団しました。1年後財政難からリーグが休止したため、スウェーデンのコッパリベルヨーテボリ FC に移籍。翌2005年からはフランスに渡りオリンピックリヨンに入団し、2009年アメリカ女子プロサッカーの創設とともに国内復帰しています。オリンピックには2004年のアテネオリンピック時から代表に選出されてきましたが、選手活動中には飲酒運転で有罪になり、引退後も子供への暴行容疑や飲酒運転で逮捕されるなど転落人生となりました。そんなホープ選手は2012年にインタビューを受け、選手村での夜について告白したことがありました。すごくセックスが多い、生涯一度の経験をして誰もが消せない記憶を作りたがるの。それがセックスだろうが、パーティーだろうが、ピッチのことだろうがね。外でセックスをしている人たちも見たわ。芝生の上とか建物の間とか、ひどいものよと明かしています。ホープさん自身も2008年の北京オリンピックでのちょっとした秘密を明かしていました。金メダルと獲得し、一晩中祝って酒を飲み、酔ったままテレビのインタビューに応じたそう。パーティーを終えた時、私は服を脱いでジャージに着替え直して、寝ないで朝の7時に酔っ払ったままテレビに出たの。言うまでもないけどひどいものだったわと語り、そのパーティーの中には俳優のビンズ・ボーンなど著名人らもいたとのこと。ある時点で選手村でパーティーを続けることにしたの。金メダルを見せながらセキュリティに話しかけて、パスもなしに彼らを私たちのグループに入れることができたわ。そんなのそれまで見たこともなかった。さらにホープ自身もセレブの一人と部屋に入ったこともほのめかしており、でもこれは私のオリンピックの秘密よと締めくくりました。ホープさんの言うようなことが本当に選手村の日常だったとするならば、夜の営みがあってという情報も真実なのかもしれませんね。お酒を飲んでいることで記憶にない方も多いと思いますし、このようなことが横行していた可能性は高いと思われます。ホープさん自身も真実は明かしていませんが、一緒に部屋に入ったと明かしていることから夜の営みの経験者であると考えてもおかしくないでしょうね。 5. スーザン・ティートケ。5人目は90年代に陸上選手として活躍したスーザン・ティートケさんです。スーザンさんも自身に噂が浮上しているわけではなく、そのような出来事を目撃した人物になります。スーザンさんは元走り幅跳びの選手で、ドイツ代表として1992年のバルセロナオリンピック、2000年のシドニーオリンピックに出場し、美女陸上選手として注目された選手です。そんなスーザンさんは過去に選手村での実態について語ったことがあります。東京大会でアスリート同士の性行為を防ぐために段ボールベッドが用意されたという噂に、スーザンさんは何があっても選手村でのセックスは避けることができないと話したのです。
セックス禁止なんて私に言わせれば笑い草ね。全く効果はないわ。アスリートはオリンピック中に体力のピークを迎え、競技が終わればそのエネルギーをリリースする必要がある。試合が終わったルームメイトには部屋を一人で使わせてあげないと、とも話していました。実際にスーザンさんもオリンピックに出場した際、コーチから競技前の性行為は控えるべきだと言われたそう。一方で多くのアスリートらは競技が終わるとエネルギーの放出も含めて性行為に及ぶそうで、中には朝まで行為を続ける選手もいたといいます。当時を振り返ったスーザンさんは、いつも他の人たちのパーティーの声が聞こえてきて眠れない時もありました。次から次にパーティーがあり、アルコールが入ればセックスをする人もいますね、とリアルな事情を話していました。あくまで選手村での噂になりますが、スーザンさんのように実際に目撃している選手もいることから、すでに噂レベルではないということなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回は選手村で噂になったアスリートを紹介してきましたが、紹介した内容を鑑みるとあながち噂ではないと思ってしまうようなことばかりでした。現代において昔ほど過激には行われていないでしょうが、それでも全く夜の営みがなくなったとは言い難い気がします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。